どうも、D 先のオープンワールドでーす。さあね、本日ね、はい、検証していきたい動画の内容はこちら。コンビニとかでね、売ってる白米をね、本来ならこれは500ワットを3分間か2分間ね、加熱したら食べれるということなんですけど、こちらをもし30分間炊いたらどうなるのかっていうの。まあ電子レンジのマックス。マックスね、はい、30分間炊いたら、米は果たして溶けんのか、焦げるのか、固まるのか、気になるところですよね。確かに。検証していきたいと思います。紙皿を、はい、こちらに入れて、30分間温めてみようと思います。はい。はい、それでは早速、検証の方行ってみましょう。行ってみよう。はい、それでは今からこちらのね、米を電子レンジに。30分で待て待て30分にします。さあ果たしてどうなるのか。最強のサンドイッチを作れるか選手権。レッツクッキング。クッキング。今回使う材料はバナナ。開け方もわかんないから。ワイルド。あ、ワイルドにね。あれ意外と見た目に反してワイルドっすね。今回は、まあ、普通のサンドイッチだと面白くないんで、はい、まずこちら大きな白玉クリームぜんざい、そしてこちらフレッシュジューシーフルーツ、隠し味はこちら、はい、テンテン、おかしいやんけ。意外とうまいかもしんないよ。これをどうするのか。いやーそうっすね、バナナ切りますか。皮めくらぬりスタイルだー。あ、そうだった。待って、これはすごい斬新だぞ。ウワイルドルには穴開けるぜ。あとで皮むくスタイルね。スはいはい、いい感じに、いい感じですね。あ、ちょっとバナナでかいか、これ細切りのがいいのかな。いいよ、調子がいいよ、調子いいよな。え、なんでそれ。おお、すごい煙が出てる。すごい煙。何これめっちゃおもろい。これやばいよ。確かに煙がちょっとすごいかもしれない。ちょっとまだ開けて、ドア開けとこ。あ、ちょ、あそこ。確かにこれは火事や。そして自分たちで気づかない。あ、消えたね。煙が意外とすごいっていうね。こちらね、火災報知器が鳴りました。一回ちょっと上げてみます。上げてみましょう。いきます。アベン。え、これ秋で爆発するとかそういうことない。ちなみに20分まだ20分で真っ黒焦げ。面白い。ちょっとそれ取り出そう。はい、検証結果。はい、ね、なんとすごい、たった20分で、20分焼いたお米はこのように真っ黒黒げに焦げちゃいました。焦げるんすね。焦げるんや。もうてか原型ないやん。うん、で、もう軽いもん。マジびっくりした。ていうか普通にレッツクッキングの動画撮ってて、うん、急に警報なったから、あれ地震かなんかなんかな思ったら、火事ですって言うから、ここの部屋かってなって。はい、ということで皆さんもね、はい、コンビニなどで買われた商品に書いてある、温度数と、時間はしっかり守りましょう。守りましょう。以上、ティーザキのお米さ30分炊いてみましたでした。チャンネル登録よろしくお願いします。バイ。